カポエラは、ブラジルの奴隷たちが練習していた、格闘技と音楽、ダンスの要素が合わさった、ブラジルの文化、カポエラということもある。2008年に、ブラジル国内の無形文化財として登録される。2014年11月には、ユネスコによって、無形文化遺産に登録された。カポエラという語は、南米の言語である、グアラニー語のカプユラから来ているとされる。川森を、 プユラは存在していたものを意味し、カプユラで狩られた森、消滅した森となる。1500年4月22日、ポルトガル人のペドロ・アルバレス・カブラルはブラジルを発見し、ポルトガルはブラジルを植民地化した。ポルトガル人はパウ・ブラジルの枯渇後、砂糖ウキビなどのプランテーションを工作させるための労働力として、アフリカ大陸のアンゴラやコンゴ、モザンビーク、 西アフリカから多くの黒人を連行して人身売買を行い黒人は奴隷として酷使されたカポエーラの源流は未だに不明な点が多いアフリカの土着格闘技としてすでにこの頃よりも以前に存在していたと言われるほかインディオがカポエーラをしているのをポルトガル公会しマルティン・アホンソで総座が目撃していると言われているカポエーラ界では今のところカポエーラはアフリカではなく ブラジルで生まれたという説が多く支持されている。よって、アフリカからブラジルに伝播した文化的要素が、カポエーラに影響を与えた可能性はあるにしろ、アフリカ起源というのには、語弊がある。例えば、奴隷小屋は、創始国ポルトガルやアフリカには当然存在せず、そうした、得意な環境がカポエーラを生み出していったと、考えられる。また、カポエーラの基本ステップ、 ジンガが速さと足の感覚の違いがあるにせよ、サンバの基本ステップに酷似している。サンバの原型が輪になって中心に、ダンサーが飛び出して踊ること、元々のサンバの原型が胸を突き出して踊るなど、サンバとの関係が深い。1808年1月23日に、リスボンからリオデジャネイロに、ポルトガル王室が移転したため、ポルトガルブラジル連合王国が樹立され、ポルトガル王女ン6世と、 ブラジル皇帝ペドロ一世は1808年から1831年まで特別警察を設置、アフリカ文化の抑圧を行った。1888年5月13日に黄金法によって奴隷制は廃止されたものの、その後も解放されたアフリカ系ブラジル人の元奴隷への差別は依然として続き、 カポエイラは権力に抵抗する手段とみなされ1892年から1932年まで禁止されていた。こうした背景の中、カポエイラは黒人奴隷が監視にバレないようダンスの振りをして修練した格闘技と言われる。手枷をされていた奴隷がその拘束を解かれないまま鍛錬した格闘技のため足技を中心に発展したとされるが、これは後世の想像とみられている。 現在は、空手や、テコンドをムエたイ等の他国の格闘技との技法交流に伴い憲法技術を用いた技法も導入されたため、足技だけの格闘技ではなくなっているが、手による攻撃は依然少なく、地面に手をついて蹴ったり、逆立ちをしたり、アクロバティックな独特の動きを持つ、ブレイクダンスなどにも影響を与えた。また、踊りの練習をしているように見せかけるため、 音楽と共に練習したと言われており、ビリンバウやパンデーロ等の楽器を使った伴奏が付き物である。一部ではナイフ術が平伝されている。神話の動きから刺しに行く技がいくつかあるほか、ナイフを指に挟んで蹴るナイフ蹴りがある。これらの技もバインヤで生まれたとされる。大きく二つの流派が存在する。近年は様々な要素を混ぜたコンテンポラーニアという新しいスタイルも生まれている。 流派といってもグループによっては流派の区別を作らずカポエーラとして様々なスタイルを練習する場合もある1928年にメストリビンバが多くの格闘技を研究し創始したより格闘技的なスタイル創始した当時はさほどではなかったが激しくアクロバティックな動きも特徴一般的に知られているカポエーラはこちらの系統の流派屋内で カポエーラ教室を初めて開き、1930年代には、ブラジル北東部のバイイア州サルバドールで世界初の道場を開校した。当時の独裁者、ゼトリオドルネレス、バルガス大統領によるブラジルのナショナリズム商用と国民文化を見直す運動が強まる中、上流階級の指定までもがカポエーラを習い、また、バルガスに招かれてデモンストレーションを行ったことからも、ビンバは、 奴隷の文化からのカポエーラの地位を向上させた存在といえるメストリパスチーニャがまとめた流派彼は奴隷でない身分のものにもカポエーラを教えた革命時、カポエーラの死であるアフリカ人ベネジートの出身地だったブラジルのアンゴーラ地方から名前を取った儀式的でどちらかといえばゆったりした動きが特徴飛び跳ねるような派手な動作はあまり行わず 動物の動きを真似たアフリカ土着の格闘技に近い。パスチーニアは1941年にサルバドールでアンゴーラの本格的な道場を開いた。カポエーラの基本ステップ、ジンガ・ホーダ階級と、それに対応する、帯の色はグループにより異なるカキの順序の階級であるグループが多い。コードでコンタのマスターティグレ、グルーポでカポエラ・アンゴラ・ペロリニオと共にメストレから、 あだ名を授かるを行うことが多い。基本的、ブラジル文化財として、カポエーラを登録及び保全するための目録。ユネスコ公式書兼、吉明、世界のマーシャルアーツ P174P180、土屋書店、ありがとうございます。